一軒見つけたのでちょっと行ってみます。もう真ん前はね山ですよ。山、これどれぐらい前の物件なんですかね。あ、でもほらガラスがほらこれ昭和ですよ。昭和、電気も見てください。ほら電気、これちょっとかなり朽ちてますよ。朽ちまくって、これすごいね。だってほらタンス木ですよ。まだだって、まだだってあのあれが見える、あれ壁ですよ、竹の。あれ壁、これ結構古いんじゃないですか。これ古い、これは古いですね。よいしょ、昭和は昭和ですけど。あ、なんかこっち玄関がある。玄関、これが玄関なんでしょうね。これ玄関だって斜めってる。もう多分ちょっとどうかしたらこっちは昔は、あ、裏牛舎やった感じ。おお、びっくりした。ガガと思った。虫にビビりますね。ちょっと待ってください。おお。あ、こっちすごい。ほら、あ、なんかすごい古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 い。まだ。木造ですよ、これなんか全部、全部が。うん、明かりが。これすごいですね。あ、テレビガシャガシャ、ほら。じゃーん。てかこれ古いでしょ。これ相当古い。これどこの？ナショナル？どこのだろう。あの赤いのがナショナルのマーク。なんかナショナルっぽいよねこれね。まあもうパナソニックとか。これやばいかな。ここは大丈夫。ここ結構、あ、土砂溜まってますもんね。多分人、ガラスが割れてるということは人も来てるんですよ。これ入ってんのかな。中、わ、ここすごいですね。ちょっと結構来てますよ。これ何年前のだろう。ちょっと待って。うわ50年超えてる。あれ何？あれプロパンじゃない？昔のあの、あ、これ昔のでしょ。プロパンガス。あの形が。なんかでも。あ、ねえねえ、これこれって。あ、これ、ここは風呂やったかもしれない。風呂やね。薪やね。薪でここから首を打ったんですよね。薪から炊き出し。ここも誰も管理してないでしょ、多分。うん。ねえ。これいけるかな？いける？あんまりすごい、ここから。ここちょっと、緩いかな？もうだってね、木とかが。もう朽ち果て。そこの土間は結構丈夫そうなんだけど。土間はもう昔ながらのね、昔ながらのね、役所さんの。これってそのまま出て行ったんでしょうね。あ、多分置きっぱなしでしょね。中とかえらい気になりますよ。ここ足場がもうちょっとよかったらね。これそこは入れる。ここはね、多分石も、これ石もやばくない？ちょっとクラクラですよね。あ、ここから結構取れますね。食器からいろいろ残ってますよ。なんか日課ってあれお酒のかな。日課お酒ね。え、結構古いものが残って、あ、2階がある。ここ2階がありますよ。あ、本当だ。どうしよう。物置っぽい。いやじゃなくて物置っぽいけど。うん、物置っぽいですね。あ、あっちが台所。すごい台所。ちょっとすごいですよ。これもしかして五右衛門風呂とかじゃないの？五右衛門風呂とか。多分五右衛門風呂でしょうね。これ丈夫かな。よいしょ。ああ、抜けるかも。そこはやめとった。こっから取ろう。あ、見えないね。お風呂五右衛門じゃないのこれ。ちょっと待って、抜けるの怖いな。縁っこじゃないとね。そこの縁っけば、うん、マジで。あぁ、五右衛門風呂。これレアですよ。五右衛門風呂か、これが。あ、そうだね。すごい。こ大多分大すごい台所ですよ。これ台所、そうなんですよ。水回りが一緒にある。ライトあります？
や、明かりが、明かりが。ライトも持ってくればよかったな。これ、冷蔵庫とかめっちゃ古いですよ、ここ、うん。まあそれは最近物置で置いとったかもしれないですね。うわぁ。あの米ビスとかね。なんかいろんなもんが、なんか残ってますね。ただね、床がね、あの、多分ね、緩いんでこの縁っこじゃないとね、ちょっともうやばい感じですね、これね。玄関でしょ、そこ、玄関。ここが、あ、ここが玄関の、あ、ここ抜けてますね、床がね。これはどうだろう。あ、ここのなんか、光いい感じですよ。まだあの明かりとかがそのまま残っているんですよ。そうそうそう、そのまんま残ってるんですよ、これ。廊下が開けた分、とかあるか向こうにも出ないから、もう入りたくない。よいしょ。これいつぐらいまで使ってたんだろう。多分に20年前ぐらいまで。うわ、下すごい、これもうめっちゃ抜けてますね。あれ昔の電気やね。新聞とかないとかいな。いつのやろうね。それなんだろう。あの、ただの、あ、これ木の。何？ベニヤ、ベニヤ。あ、落ちてきた。あ、落ちてきたの。もう倒壊がすごくって。もう人が住まんけん痛みがやっぱ。やっぱね、人が住まんとね、やっぱ焦げになるっちゃうね。うん、じゃあそこ今あのばじいさんばあさんが座る。そうそう、じいさんばあさん。すっごいな。扇風機が2つある。昔のでしょ、うん、もうそれは外も何にもちょっと新聞とか紙類とかないね。ここやばいな。ちょっと待って。よいしょ、おっしょ、はあ、こう棚とかもすごい古いですよね。これはあかん。ひょっとしたらここ辺はあのなんか農業を、なんていうんですか、農業をしよってから、あの、うん、飯を、ここで飯を食うて、じゃあ、そうなんでしょうね、きっとね。うん。あ、これなんやろ。ちょっと待って。中になんか、ノートとか本が入ってるんだけど、ガラスがさ、もう歪んでてさ、開かないんだ。あ、開いた開いた。これなんやろ。あ、ほら。あ、キリスト教の。キリスト教の信者さんだったんですかね。多分よ。あ、これ書いてあるよ、ほら。1800だ。え、これ いつのだろう。はい、ちょっと渡しますよ。なんかすごいものが。日本最初のルルド。信者さんだったんでしょうね、きっと。ここ。ルルドの聖母。うん。これだって古いですよ、この書籍が。あ、ちょっと待って、これ名前が入ってる。ごめんなさい、ちょっと。これ、あ、日付の、なんかプログラム。1971年だって。昭和46年。あ、私45年生まれですよ。これがな、昭和40。え、じゃあ49年前とか、もう50年ぐらい経ってるの。まあこれはですね。でも多分この物件それぐらいになるでしょう、きっと、うん、もうハサミとかも朽ちてる。まあ、傘はなんか最近来たような、なんか傘はね、なんかでも下の方これなってますよね。あ、すごい。